それでは今回はすごい勉強法、自分の本について解説したいと思います。本の中へ書いた重要なものから11個厳選して解説したいと思います。1個目が TTP です。徹底的にパクれの略です。人の真似は良くないって言う方いるじゃないですか。勉強だったりビジネスだったり、手っ取り早く成功したいんだったら成功している人の真似をするのが一番早いです。なんで結果が出ないか、それはやり方が間違っているからです。間違った方向に努力するなんて時間とエネルギーの浪費にしかならないです。真似の仕方は4つあります。1つ目が勉強好きで成績のいい友達に勉強法を聞くことです。2つ目が勉強本を読んで勉強に対する考え方を変えることです。3つ目が成果を上げている専門家に会いに行って学ぶことです。4つ目が勉強好きの人が開催するセミナーとかコミュニティに参加することです。ビジネスの場合もまずは成功している人を真似してみてください。あの営業マンすごく結果を出しているな、優秀だなと思う人がいたら話を聞かせてもらうチャンスを作ってください。そしてできたら仲良くなることです。そして一緒にいる時間を増やす。そうすれば結果を出す方法っていうのは自然と学ぶことができます。下手なオリジナリティなんかいらないです。 TTP です。徹底的にパクって結果が出るまで真似を積み重ねることです。2個目、正解を先に知ってからやる逆算勉強法の勧めです。テキストを読んで例題を解いて答え合わせ、多くの方がこのような勉強法をしています。僕の勉強法は全く違います。逆算勉強法っていうのを使っています。これは僕の兄から学びました。兄にこう言われました。大事なのは勉強した時間じゃないと、何回反復して答えを見て回数をこなしたかが大事だって言われました。1時間考えて1個の答えを出すよりも最初に答えを見て10分でその解き方を学べば、同じ1時間でも6回解くことができます。大事なのは1時間考えることよりも6回解くことです。先に答えを見てから問題を見て例題を見てからテキストに戻る。つまり先に正解ゴールを知って、なぜそのゴールになるかを理解することです。車の運転でも目的地を入れてから現在から行くじゃないですか。勉強も同じです。現在から目的に行くんではなくて、目的から現在に遡って今何をすべきかを考えることが大事です。3個目、自宅以外の勉強場所を持つです。ファーストプレイスっていうのが自宅です。セカンドプレイスっていうのが職場です。サードプレイスしっかりと持ってほしいと思います。人っていうのは家とか自宅では勉強できない方が多いです。家で勉強するのは今日からやめてください。自宅ではない場所、サードプレイスで勉強することです。電車の中だったりカフェとかレンタルオフィス、そこに必ず行くと勉強するっていう習慣を作ることが大事です。できれば毎日同じ場所に通うことをお勧めします。大学時代の僕は必ず同じベローチェとマクドナルドに通っていました。朝6時にベローチェっていうカフェに行く、夜10時にマクドナルドに行く。ここに来たら常に勉強と習慣を体に覚え込ませてしまうことです。続いて4個目、 50% の情報を得たら行動せよです。例えばダイエット、いろんなやり方ってあるじゃないですか。調べ尽くしてもキリがないんですよ。とりあえず 50% 知ったらとりあえず行動することです。僕の場合 50% の準備ができたらとりあえず走り始めます。勉強とか計画とか準備から結果が出るんではなくて、結果っていうのは行動からしか生まれないってことです。続いて5個目、対面通話動画音声文章で学べです。皆さん学び方っていうのは5つあります。覚えてください。文章で学ぶ、音声で学ぶ、動画で学ぶ、通話で学ぶ、対面で学ぶです。一番いいのは対面です。もし皆さんが音楽を聴くってなった時に、歌詞を見るのか CD を見るのか DVD を見るのか、実際の生ライブに行くのか、ライブが一番いいじゃないですか。メラビアンの法則っていうのがあります。情報の 55% は視覚情報から、つまり対面して顔とか仕草を見ることから得るのが 55% ってことです。続いて聴覚情報が 38% です。声の大きさとか質とか話し方、これらが 38% です。話の内容からはたったの 7% しか伝わらないっていうのはメラビアンの法則です。対面、通話、動画、音声、文章の順で学ぶことをお勧めします。6個目、人より秀でたいのなら孤独に強くなれです。成功したいんだったら孤独感を感じることが大事です。勉強っていうのは一人ですることが多いです。1日2冊本を読む、僕っていうのは朝と寝る前、カフェとか隙間時間で読むことが多いです。常に誰かと群れてなきゃいけないとか、誰かと会ってなきゃいけないっていう人はなかなか成功しづらいです。一人の時間っていうのを楽しめるようになってほしいと思います。7個目、凡事徹底に努めよです。凡事徹底という言葉があります。僕が非常に大事にしていることです。もう無意識にはなってます。これは何かっていうと、誰でもできる簡単なことを誰にもできないレベルで徹底的にやるってことです。当たり前のことを人には真似できないほど一生懸命やるってことです。僕はこの凡事徹底という言葉を大切にしたから今結果が出たんだと思います。例えば1日2冊本を読む、これっていうのは正直言ったら
できると思うんですよ。皆さんやってみてください。1日2冊本を読む、今日やれって言ったら多分できると思うんですよ。でも毎日続けるってなかなかできなくないですか。これが凡事徹底です。僕は地道にコツコツやるっていうのが成功の最短ルートってことを知ってます。当たり前のことを続けることです。ビジネスの世界でもそうです。例えば営業マンだったら、お客様に笑顔で挨拶をするという当たり前のことを毎日徹底的に元気に感じよくできるかどうか、これはやろうと思えば誰にでもできる簡単なことなんですよ。でもみんな続かないんですよね。毎日誰にも真似できないくらいとことん徹底できたら、きっと結果は違ってきます。掃除を徹底的にやる、徹底的に締め切りを守る、当たり前のことを続けることが大事です。8個目、パーセンテージの誤解を解くです。パーセンテージについてしっかりと考えてほしいと思います。年収1000万いく方っていうのは 2% って言われてます。そう聞くと100人中2人しかいけないから、なかなかいけないって感じがちじゃないですか。でもこれっていうのは間違ってるんですよ。統計っていうのは本気で目指している人、中途半端にやってる人、何もやってない人、全ての人を合わせて統計数字っていうのは出してます。公認会計試験の合格者っていうのは 10% です。 10% っていうと10人に1人しか受かんないから、なかなか難しいと思うじゃないですか。でも記念受験の人いるんですよ。年収1000万にしても、みんなが1000万目指してるわけではないんですよ。東大に入れる人っていうのは3000人に1人って言われてます。じゃあ3000人全員が東大目指してますかっていうと、目指してないんですよ。皆さんの周りにある世の中のパーセンテージ全て疑ってください。嘘が多いです。本来僕はパーセンテージっていうのは、本気でその目標に向かって努力した人の成功率割合を出すべきだと思うんですよ。そんなを無視して平均っていう形で出してます。パーセンテージの誤解を解いてほしいと思います。9個目、スケジュールは毎日同じでいいです。よく聞かれます。どんなスケジュールで暮らしているんですか。僕はほぼ毎日同じような日々を送っています。僕にとって1年っていうのは365日ではなくて、最高の1日をデザインして、1日かける365日が1年です。毎日同じ時間に起きて、毎日大体同じ時間から快速して、毎日同じ時間に寝るようにしてます。ルーティンっていうのはめちゃめちゃ大事です。ブレないってことです。平日も祝日も休日も全く関係ないです。スケジュールっていうのは毎日同じな方がいいと思います。10個目、朝30分夜30分を作ることです。30分30分勉強してほしいと思います。朝活と夜活です。おすすめの場所は家の近くとか職場の近くのカフェに行って読書をすること、 YouTube の動画を見ることです。また夜であれば家に帰る前にカフェに行く、退職前にカフェに行く、そうすることによって勉強することができます。1日1時間だったらなんとか作れると思うんで、これを作って毎日継続してみてください。1年後2年後3年後10年後圧倒的な成果が出てると思います。11個目、共に学ぶ仲間を作ることです。僕は必要な人脈っていうのは2つあると思います。1つがメンターです。刺激を受けるとか学びになるとか成長できるとか、ああいう風になりたいと思う人。そして同志です。仲間です。一緒に頑張るとか成長し合うとか励まし合うとか。自分が公認会計試験に合格できたのも、このメンターと同志っていうのを見つけたからです。皆さんが何か達成したいものがあるときは、メンターと同志を作ることをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。1個目が TTP です。徹底的にパクるってことです。成功したいんだったら成功している人の真似をしてみてください。2個目が成果を先に知ってからやる逆算勉強法です。テキストから例題答え合わせではなくて、答えを見てからやるってことです。これは勉強でもビジネスでも全ての分野において一緒です。もし成功したいんだったら、成功している人の行動だったり思考だったり全てを先に知ることです。続いて、自宅以外の勉強場所を持つことです。家ではみんな頑張らないです。職場だと勉強もしづらいです。サードプレイスっていうのを作ってください。電車の中、カフェ、レンタルオフィス、そこに行くと必ず勉強するっていう習慣を作ることが大事です。続いて、 50% の情報を得たら行動しろです。多くの方が準備とか勉強とか計画に時間を使っています。僕は見切り発車することを大切にしてます。 50% で始めます。この YouTube 図書館っていうのをやろうって思って準備して 50% ですぐ始めました。早くやるっていうのは勝てる秘訣なんですよ。なのでスピードっていうのをぜひ意識してほしいと思います。続いて、対面通話、動画、音声、文章で学ぶです。学び方っていうのは5つあります。メラビアンの法則にのっとると対面が一番いいです。その次、通話、動画、音声、文章です。しっかりと使い分けて勉強してほしいと思います。続いて、人よりも成功したいんだったら孤独に強くなることです。勉強っていうのは一人ですることが多いです。成功者っていうのは一人の時間っていうのを大切にしてます。皆さんもぜひ一人に強くなってほしいと思います。続いて、凡事徹底です。誰でもできる簡単なことを誰にもできないレベルで徹底的にやるってことです。僕はこれは常に
に意識してます。もはや無意識にやってます。地道にコツコツやることが成功の最短ルートです。続いてパーセンテージの誤解を解くことです。世の中にはいろんなパーセンテージとか平均データっていうのが出ます。平均とかあってもないようなものなんですよ。年収1000万が 2% とか、じゃあ100人中 2% ってなってますけど、じゃあ100人中2人しかできない、そうではなくて、実は4人が目指して2人ってケースも結構多いんですよ。平均とかパーセンテージの誤解を解けるようになってほしいと思います。続いてスケジュールは毎日同じでいいです。1年っていうのは365日ではなくて、自分にとって最高の1日を365日積み重ねることです。続いて朝30分夜30分を作ることです。習慣の力っていうのは強いです。朝活と夜活ぜひやってほしいと思います。続いてメンター同士を作ることです。一緒に頑張るとか励まし合うとか刺激を受ける仲間っていうのは非常に大切です。勉強の秘訣っていうのはこの動画で話したんですけど、僕はこう思ってます。完璧な勉強法っていうのは一生完成しないってことです。僕も自分なりの勉強法っていうのを日々どんどんアップデートしていってます。人がやってないことにチャレンジすることが好きな僕は、人がやらないことにどんどん挑戦していきたいと思います。常に新しいことにチャレンジして、どんどん自分なりの勉強法をアップデートしていってます。この本のタイトルっていうのはすごい勉強法なんですけど、どんどんアップデートすることによって僕はもっとすごい勉強法っていう本を書きたいと思ってます。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。